はいみなさんこんにちはこんばんは。ここもチャンネルのショーが今日はシャム時刻を値上げで大変だお送りいたします。よろしくお願いいたします。大変だ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 シャム時刻をシャム時刻をおなんか今日入り方ちょっと違うような感じがするけど大丈夫かいや大丈夫ですよ。ちょっと慌ててしまって久しぶりなので、あお前も慌てることがあるんだな。んで何が大変なんだもう値上げ半端ないんですよ。どんどんどん値どん上がってます。 ガソリンがね、東京の港区のあのスタンドでさっき入れてきたんですけど、まあ、しゃもじここいい車乗ってるじゃないですか。ちょっと大きめの日本車で廃屋でしょおそうだ。お前が運転してくれてるからな。ありがたいことだな。いや、それはいいんですけれども、さっきガソリン入れたら、リッターがですね、1リットル、いや、もう200円超えてました。えそんなバカな。なぜ、わしら政府が補助金を出してるんだぞ。いや、それでももう軽く超えて、 ええと、これある、領収書、あの、レシートなんですけど、えーと、217円になってます。ちょっと、ちょっと貸してみろ。な、なんだんなんだこの高さは。高いでしょ税込み217円って書いてあるな。書いてあるでしょいや、高いなぁ。びっくりですよね。補助金入れてこれだと補助金を抜くと、250円とかなっちゃうんじゃないですか軽く超えるな。 もう危ないですよ。国民の皆さんびっくり業、仰天ひっくり返りますよ。ウルトラシー、出ちゃいます。出ちゃうな。これあれかな。レギュラーガソリンだっていくらぐらいになるんだ。そうですね。廃屋で1リットル250円を超えると、まあ、レギュラーガソリンだと230円はいくでしょうね。230か。補助金を入れているから230より下なんだな、今。大体いいでも200円前後ですよ。 ま、高いとこ、高速なんか200円で、まあ、下の道路で、ま、185円とか前後じゃないですかそれぐらいじゃないですか結構高いな。高いんですよ。補助金入れてそれなので、補助金いつ切る気なんですかいや、ま、もなんか補助金やめようと思ってるんじゃ金かかるだろう。いや、そんなこと言っても、ガスリン代が上がったらみんなやっぱり騒ぎ始めますよ。困っ。あ、そうだそうだ。何ですか なんかわしの支持率上がったらしいじゃないか。えどっから聞いたんですかいやな、なんかさっき、なんか内閣のなんか、なんか参謀が来て言っとったぞ。いや、なんか勘違いだと思いますよ。えわしの耳がおかしかったのか多分そうだと思います今25%で横ばい、最低の横ばい、売買横ばいです。なんだその横ばい、売買とって、ひどい言い方だな え、25? あわし耳おかしくなったのかな最近。え、なんでですか今25と聞こえたんだが。はっきりと25と言いました。えー、えー、いや、ちょっと待って。そんなに低いか支持率。めっちゃ低いです。いや、25じゃ最低だろう。最低です。いや、今までの内閣で最低じゃないか。最低ですよ。 いや、そんな最低最低って、なんかわし個人が最低みたいじゃないか。人間的になんか最低みたいな感じがしてしまうの。いやー、それにしても支持率低いなーや。え、25%で横ばいで25、25、25って来てる感じなのかそうなんですよ。それなんとかしないとはいけないな。うーん、なんとかしないといけないです。あ、こないだ余計なこと言ったからでしょう。えなんか、なんかわし言ったかイスラエルに対して、なんか、 支持するみたいな発表をして、まああれまずかったと思いますよ。だって今ちょっと緊迫してる状況で、まあ私たちはちょっと冷静になってっていう感じで言った方が良かったんじゃないですか。あの今は冷静になって、あの二つのね、あの地域の立場をちょっと見守りましょうみたいに。その方が良かったと思いますよ。なんでそれ先に言ってくれんかったんだ。 言ってくれんかったって聞いてないじゃないですか。私に全然相談もなかったし。あ,あれは私が勝手に決めて、まあ、こんな言い方でいいかなと思って言ってしまったんだな。ああ、それいけなかったです。やっぱり相談してください。何のために私がいるんですかそうだな。お前は頼りになるからな。そういう時のためにお前の意見をいつも聞いていたんだ。そうなんですよね。最近聞いてくれないじゃないですか。わし、なんか勝手に決める癖が出てきたみたいだな。何なんですそれ。 いやわからんけどな、最近、なんか人に頼らずに、一人で決めたくなってるんだよ。人、え <laughs>、それおかしくないですか一人で決めたいんですかうん。一人で決めて、一人で決めたものを喋ったり、実行したりしたくなってるんだよ。だから失敗多いんじゃないですかなんか私失敗しとるかいや、だって大きなしゃもじになんか必勝とか書いて、で、あの、 ウッキーの国にもそれを送ったわけでしょ、うん、そうだよ。いや、なんかそれ、それって、シャムジ国王が考えたんでしょ、うん、そらそうや。私はシャムジ国王だからな。いや、だいたいそっからなんかちょっと転げ落ちてますよ。シャムジからかそうですよ。やっぱり海外に行く、まあ持参するお土産に、シャムジってどうかと思いますよ。だって、そんなもん他の国で使ってないじゃないですか。 まあ、そうかもしれんな。んだからう、ましてね、ウッキーの国でしゃもじ持ってって、さあ、しゃもじだとか言って、わけわかんなかったと思いますよ。そうかいや、そうですよ。だから、いや、あれからね、どうやら坂を転げ落ちてますよ。ああ、と、ばらまきだな。そうなんですよ。海外にばらまいて、どん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 ばらまいてるじゃないですか。で、あと、批判ありましたよ。最近も。何の批判じゃ。 いや、もうイスラエルに飛行機飛ばして、ね、あの、助けるのに、いや、なんかドバイまでしかなんか行かなくて、3万円で有料で1人3万円取ったって言って、で、8人しか乗せられなくてみたいな、みんな避難合々ですよ。いや、あれはな、ちょっと細かい色々事情があるんだよ。いや、それは分かってますよ。日本で考えてるよりも、ね、今まだ値上げって言っても日本平和じゃないですか。かこの日本で考えてるよりも、現地はもう大変な騒ぎなんですよね。 そうじゃよ、殺伐としとるんじゃ、なかなかな、そんなにこう、うまく物事が運ばないんだよな。もう無理なんだよ、そんなすぐに。もう、ものすごい、もう怒鳴り合ってるわけじゃよ、みんな。もう緊迫してる中で、その中で脱出だ。で、なかなか飛行機も割り込めないしな、まあ、予約する、チャーターするって言ったって空いてないんだよ。 そうなんでじゃあそれを、まあ、皆さんにも分かっていただきたいですよね、大混乱の中ってことですよね、そうなんだ。まあ、我が国がどれぐらいの影響を、まあ、受けるかということで、まあこれから考えないといかんな、真剣にな。そうなんですよ、おそらくは、そのイスラエル、まあ今やってますから、影響は必ず出ますよね、特に中東の方の国々の、まあ、動き方で影響、多大に出ると思いますよ。 どんな影響出るか、お前はもう、ちゃんと、情報を得てるんだろうん、分かってます。まず、石油ですね。え、ちょっと待って待って。もう、リッター廃翼217円になっているのに、さらに上がるということかさらに上がります。断言します。それ、いつぐらいから上がるんだよ。そうですね。早ければ10月の終わりぐらいから。いや、もうすぐじゃないか。そうなんですよ。 もうすぐかなりあの、まあ、戦いが拡大していきますから、まあ、当然、ガソリン価格、跳ね上がりますね、今はね、まだ影響一部なので、ま,あ、まだそんなにはあのガンガン上がってないですけれども、まあ、10月の終わりぐらいから、まあ、ガンガン上がりますよ、ものすごい勢いで、大体いい10月の終わりから11月の、まあ、初旬にかけて、ガソリンは1リットル、まあ、レギュラーガソリンで考えようか、レギュラーで1リットルどれぐらいになるんじゃ。 そうですね。10月の末ですよね。末から11月の頭にかけて、まあ、日本全国平均でレギュラーガスに1リットル、おそらくは210円を突破するでしょう。ああ、いい値段だな。補助金入ってその値段ということだな。そうなんですよ。補助金入って210円。厳しいな。ニュースになるな。ニュースになりますよ。いやー それはもう稲妻に打たれたみたいだな。何ですかいきなりその表現。いや、ね、もンバ,バシビリビリブワーっていう感じだよ。なんかいつもにない表現ですね。なぜかというとな、ちょっと悲しいことがあったんじゃよ。え最近ですかうん。わしが大好きな歌い手さんが亡くなったんじゃよ。え稲妻に関係あるんですか 冬の稲妻というのは、わしの大好きな曲が、なその方が歌っていた曲なんだ。ああ、知ってます。あの、アリスですよね。おお、知っとるのか。知ってますよ。あの、冬、えっと、あれ、何でしたっけね。冬の稲妻のようにとか、そういう歌でしたよね。ああ、そうそう。そういう、なんかいいんじゃよ。あの、リズムがジュッチャッ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 冬の稲妻の手が、あもうほ本当もう最高じゃん。 シャムジここって、すんごい何でも聞くんですね。ジャンルは問わんな。あれは良かった。あれ、レコード持ってたんだよ。いや、今でも持ってるぞ。あ、レコード買ったんですかああ、もう感動してな。もうレコード屋さんに行って、レコードを買ったな。思い出すな。ああ、そうなんですね。青春の思い出ですね。そうそう。あ、もっと思い出した。そういえば、あのー、谷村新司さんだよ。そう。谷村新司さんが、 やっていた深夜放送12時30分からは忘れもしないな。文化放送セイヤング。そういう番組があったんじゃ。聞いたことないですね。あ、お前はまだな。年齢的に若いから知らんだろう。昔わしの世代はもうセイヤングとか、えー、TBS のパックインミュージックだな。あとは日本放送は今でもあるけれども、オールナイト日本。この3つはな、や、人気があってな。ラジオでな。わしは、 谷村新嗣さんのセイヤング。あれはよかった。あれは聞いたなああ,あ、大ファンだったんですね。夜なこっそり聞くんだよ。で、面白おかしい。えー、なんかわし、はがき出した。そういえば。えー、シャムジココってはがき職人だったんですかいや、うん、だ、出してたな毎週一枚は出してたぞ。ええー、そ、それでどうだったんですか読まれたんじゃよ。えー すごいじゃないですかえど、ど、ど、どんなハガキを出したんですかど、ど、ど、どんなって、田中くんみたいだな。田中くんって誰ですかあ、ごめん、こっちの話じゃ。いや、あの、ど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 んなって、あのな、えっ、ー、と、確かなコーナーが、天才秀才バカっていうコーナーがあったんじゃよ。あー、面白そうですね。で、わしの出したハガキは、えっ、ー、と、天才秀才バカの3人が揃って、お寿司屋さんに行って寿司を食べました、っていう。 お面白そうですね。うん、そ、それでで、まあ、寿司をパクパクって食べた天才が、寿司ってさ、生で食べるじゃん、魚を。ビタミンも一緒に取れて、すごく栄養価あるんだよな。おなんか天才っぽいですね。<laughs> あ、いい、面白いですね。で、秀才だな、今度な。秀才が、まあ、イカをパクッ、タコをパクッって食べて、あ、うん、うん、うん。 タコとイカっていうのは刺身で食べると白いけど、温めて煮たりすると色が変色して赤っぽくなるんですよねって。なかなかちょっと料理の知識っていうことで知ってるんですね。そうなんだよな。で、バカが、なんかバカ来た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 なんだか面白そうですね。バカが、わさびをいっぱい乗っけて食べて、いや、わさびの味しかしないですよって。 どうしたんだよ反応はないのいや、ちょっと待ってくださいよ。それって、読まれたんですか読まれた。え、それで、谷村真嗣さんとか、あの、他にもいたんですかあのな、えっ、ー、とね、万場博文さんという方がいて、まあ、いつも一緒に喋ってるんだよ。あー知ってます一チゴ白書をもう一度の歌を歌ってた人ですよね。そう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 。で、お二人の反応は今の反応と同じだったよ。無言。 いや、それ無言になりますよ。それ面白いんだか面白くないんだけど、全然わかんないですよ。あ、やっぱりそうやっぱりそうじゃないですよ。いや、ええー、いや、ええー、いや、もう、それ読まれたってすごいけど、まあ、ある種面白いけど、いや、無言はわかるなぁ。 なんか無言で、あ、じゃあ次のハガキ行きましょうっていう感じだったな。あ、面白すぎる。<laughs> 何の反応もなくて。そう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 。あ、でも読まれたんですね。まあ、一応読まれたんだよ。ああ、でもハガキ毎週出してるから、多分放送作家の方が、ああ、この人は毎週ハガキを出してくれて、かわいそうだから今週ちょっとね、読んであげようかみたいな感じで選んだんじゃないですか。あ、そういうことなのか。そうなんですよ。 あれって谷村真嗣さんが自身で選ぶときもあるけれども、だいたい9割ぐらいは放送作家の方が面白いのをピックアップして、その中から谷村真嗣さんが自分でまたさらにそこから選んで読むんですよ。はあ、なるほど。そうかそうか。いやー、だけど、感動的だったぞ。夜の深夜放送のいつも聞いてるラジオから、毎週夜こっそり聞いてるラジオから、自分が送ったハガキが読まれて、ラジオのスピーカーを通して聞こえてくるんだぞ。 谷村新司さんの言葉で、あの、冬の稲妻を歌ってる人のあの声で聞こえてくるんだぞ。自分の書いたハガキの内容が。ああ、でもそれは感動的ですね。確かに、一生のなんか思い出っていうか、宝物ですね。そうなんだよな。いやー本当にいい思い出をプレゼントしてもらった。うん。いやー残念なことをしたな。しかしな。ああ、でも、 そうですね。本当にそうですね。私もでも、あの、アリスっていうグループの曲は、結構いろいろ、あの、聞きましたよ。おお、お前も知っとるんだな、結構な。冬の稲妻以外に知ってるのあんのか。あ、ありますよ。今はもう誰もとかいうのもそうでしたっけあ、そうそうそう。いや、よく知ってるな。あれもいい歌だったの。ああ、そうですね。なるほどな。まあ、人生はいろいろだな、島倉千代子だ。 そうですね。人生いろいろ、島倉千代子ですね。うーん。いろいろわしもでも考えさせられる。最近、こんなにお考えさせられるんですかまあ、わしのことについて、ばらまきメガネとかな。増税メガネとか。<laughs> いや本当に。いや、もう参ってるんじゃよ。いやいや、本当本当ですか参ってる顔してないじゃないですか。何言っとるんで、わしの耳にだって入ってきとるんだよ、それは。 ばらまきメガネとか言われてごらんなさいよ。参るよ。<laughs> そうですか。参ってるんですか。いや、まあ、いっとるなばらまきメガネ、増税メガネ。いやー、ちょっと、来るよ。<laughs> 何に来るんですか。いや、もうハートに刺さるよ。本当に。結構きついんだよ、精神的に。あー、なるほどね。まあでも、それをなんか調整するとか、良くするっていうことはできないんですか。 バイ・バイデンがな、圧力をかけてくるんだよ。ああバイ・バイデンの圧力、あ、でもなんかバイ・バイデンおかしなこと言ってましたよね。なんかあのー、ね、イスラエルのことについて、今もっとちょっとやめてくれと、ね、あの、ちょっと今抑えなきゃダメだぞとか、なんかちょっと、あの、抑え気味に言ってるじゃないですか。あれはサウジアラビアのことを気にしてな、サウジアラビアがやっぱり、いや、これちょっとイスラエルとは仲良くできないし、欧米とはどうかなって言い出したので、やっぱりその顔色を見てるんじゃよ。 あサウジアラビアは大事ですからね。そうなんだよな。やっぱり経済貿易の点において、中東、サウジアラビアというのは、やっぱり欧米にとっては非常に窓口であって、大変重要な国なんだな。なるほどね。それに気を遣って、バイ・バイデンはあんな発言をしたってことですか。まあちょっとな。うーん、まあいろいろあるんだな。複雑なんだ。みんなが考えてるよりは、複雑なんだな。いろいろ世界の国々の関係っていうのはな。 ああ、なるほどね。まあ、だから、簡単に、こうだ、ああだ、白だ、黒だっていかないわけですね。うん、その通りだよ。だからな、わしも、ばらまきメガネとか、増税メガネって言われながらも、いやあ、もう耐え忍んで、まあ、なんとかしていかないといかんな。このままだと、国民の生活が、やっぱきついわな。そうですよ。結構、叫び声上がってますよ。悲痛な声が。うん。 どんんな声がが上がってるんじゃ例えばね、今までもう普通に買い物していたけど、もう本当に普通に買い物するのが、もうお金がなくなってきて怖くなってしまって、要するに物価が上がってますよね、いろんな食べ物が。で、お子さんがいたりなんかして、やっぱり粉ミルクとか紙おむすとか、お金かかります。で、それらも上がってるわけですよ。だから怖くなってしまって、もうスーパーの2割引き、3割引きのシールが貼られるまで夕方待って、 3割引きとかのシールが貼られたら速攻買うとか、そういう努力をして、でもそれでもやっとやっとなんですっていうような方、この間いらっしゃいました。ああ、なるほどな。あとは、あの、まあ、もう年金暮らしの方なんですけど、おじいちゃんで、この間話をしたばっかりですけど、えっ、ー、とね、71歳の方で、まあ、年金もらってらっしゃるんだけど、 うんちょっと年金で暮らしてはいけるんだけれども、まあもう小さいながら自分の家でローンもなくてね、まあちょっと家はもう古くなってますけれども、まあそこで、まあ年金もらって普通に暮らす分には問題ないと。うんうんうん。だけど、なんかやっぱり将来不安だなということで、どこで大きなお金がかかるかわからないじゃないですか。家をまた直さなきゃいけないとかね、給湯器が冬壊れちゃうとか、 なんか心配になってきて、なんか給湯器は前は3、40万で取り替えられたけれども、今は100万前後かかるっていう噂を聞いて、ああ、なんか家でじっとテレビなんか見てるよりも、なんか働いた方がいいなっていうことで、あの、ウーバーで働き始めたんですよ。その方、71歳の男の方。ウーバーウーバーは男じゃできんだろう。いや、ウーバーじゃなくて、何時代なんですかウーバーですよ。ウーバーってなんだ知らないんですかいや、わからんな。あ そうか、そうか、国の仕事ばっかりやってると、そんなの耳にしないですもんね。うん、ウーバーしかしらん。いや、ウーバーじゃないですよ。ウーバーは子供を面倒見て育てる方でしょ、うん。そういう仕事を男性がしてるのかと思った。いや、違いますよ。そうじゃなくて、お父も出ないですから、ウーバーじゃなくてねあの、ウーバーっていう仕事があるんですよ。なんだそれ。あのね、これはびっくりですよ。例えば、まあ、都市の方なんですけれども、町の中ですよね。あの家にいて、 いやーなんかクレープ食べたくなったけれども、うん、クレープ屋さん、なんか行くのめんどくさいな、雨も降ってるしっていうのあるじゃないですか。あ,あるな、しょっちゅうある、そんなのな、コーヒー飲みたいけど、いや、家にコーヒー切らしちゃったな、いやどうしようかな、コーヒー飲みたいな、でもまあ、出かけて飲むっていうのもなんだしなっていうのあるな。そうなんですよ、夜とかね。まあ、昼でもそうじゃないですか、雨降っていたりね。 まあ出かけてあそこのランチ食べたいなと思っても、うん、なんか出かけていくのがもう奥で、女の人だったらね、女性だったら化粧していかなきゃいけないじゃないですか。用意して、身支度してね。で、綺麗にして、髪の毛も溶かして。で、そんなのを考えたら、まあ倍ぐらいの値段でも、なんか運んでくれるんだったら、運んでもらっちゃおうかな、なんていうふうに思う人いるじゃないですか。あのそう、まあ1000円のところを1800円ぐらいだったら、まあ雨が降ってるし、まあ頼もうかな、なんていう人いるな、絶対な。そうですよね。だから、 あのお化粧したり、なんか用意して、綺麗にして、髪の毛もセットしてなんていう時間と、あとそこまで行かなきゃいけないから、タクシーで行くとか、自分の車で行くとか、自転車で行くとか、行き帰りとか、雨に濡れちゃうし、ね、で、車で行っても駐車場に泊まなきゃいけないから、駐車場代払わなきゃいけないとかあるじゃないですか。街中だと不便だな。駐車場も混んでって並んでね、30分したらやっと入れたとかね。そんなのに比べたら、ね、1000円のものを1800円払ったって、まあ家に持ってきてくれるんだったら、それで、 食べた方がいいですよね飲んだり食べたりした方が。ああ、まあその方がいいなって人は、うん、確かにいるな。で、そういう隙間的なサービス業なんですけど、あの、オートバイ、自前でね、自分のオートバイで、まあ、後ろ側、あのー、まあ箱でもいいし、リュックでもいいんですよ。で、リュックでちゃんと荷物が入るようなリュックを背負って、で、その中に冷たいものは保冷でちゃんと冷たくして、 で、あの、焼きそばだったら焼きそば、クレープだったらクレープあったかいまんま運べるように、また別のところに入れて、運んでくれるサービスがあるんですよ。ーそれどれくらいで来るんだよ。えっ、ー、と、値段的には、だから、まあ、約2倍弱ですよね。1000円のものは1800円ぐらいかかると思いますよ。あの、定価の値段が上がってる、底上げしてるんですよ。だから普通に、例えば、あの、そこの、 まあ中華セットを頼んだら、800円で食べれるのが、1200円、1300円とか取られるんですね。で、それで、プラス、あの配達料も加算される場合もあるんですよ。まあ、いろいろなんですよ、サービスは。あー、なるほど。店によって違ったり、アプリのサービスによって違うということか。そう、手数料、ちょっと若干違いますね。なるほど。でさ、さっきの71歳の男性の方が、うん、その男性の方が、直接私、話したんですけど、ウーバーで働いてらっしゃって、 あなんでウーバーやってるんですかって言ったら、さっきの話ですよ。いや、家にいたってね、テレビ見てゴロゴロしてたら、あ,あんまり体にも良くないしね、まあ、動いてた方が健康だし、人の役に立つし、まあ、ウーバー始めたんですよ。って言って、自分の自前の、まあ、オートバイ、ちっちゃいオートバイですよ。ほんと、あの、125cc って言ってましたよ。で、スクーターみたいのでね。で、それで、まあ、ウーバーやってるんですよ。ほう、頑張ってるな。うそれもやっぱりね、あの、自分のお家なんだけれども、 ねえ、さっき言ってよ、ね、給湯器を冬に壊れたら100万円近くかかるって聞いたので、怖くなってしまって、あ、お金を貯めといた方がいいなっていうことで、コツコツと働いてるんですよ。うーん。ところがね、東京でその方、ウーバーやってるんですけど、思いのほか儲かるんです。ほう、1日いくらぐらいになるんだ、ええ、細かく聞きましたよ。まずね、ウーバー、その方は1日に71歳ですよ。25件。結構やるなそうなんですよ。で、 まあ、一件、千円ぐらいになったり、まあ、あの、頼む量によって違うんですけど、少ない時は、まあ、五百円だったり。で、多い時きは、二千円ぐらいになる時もあるんですよ、一回。はあ <ー S>。で、一日どれぐらいになるんじゃ。えっとね、二万円から二万五千円その方は、コンスタントに稼いでるんですよ。はん <ー S 2> 全部稼ぐな。そうなんですよ。二万円で、30日やったら、60万なんですよ。は ウーバー儲かるじゃないか。まあ、ちょっとそれは危険なんでね、オートバイ運転したりとかありますから、雨の日も頑張んなきゃいけないとか、冬寒いとかね、大変ですよ、それは。だけど、だけどね、その方が言うには、すごくいいのは、アプリで登録して、ウーバー登録して、ちゃんと、あじゃああなた働いて、うちであの働き、あの、ことができますよっていうふうに、まあ、契約じゃないけど、そういうふうに交わして働き始めたら、別にね、途中で今日疲れたからもうやめようかなって思って、やめていいんですって。 えー、ああ、そうかな。一件一件だからってことか。そうなんですよ。で、ここに今、ウーバーを受け取りに行くっていう仕事がありますよって言って、その人のアプリに出るんですよ。お客さんの方には出ないですよ。ああ、そういう働く人専用の何か表示が出るってことか。そうなんですよ。それで、お近くにいるから、5分ぐらいだからここ行こうって言って、ピッて候補を押すと、あなたが決まりましたとかなるんですよ。ああ、早いな。で、そこに向かって、お客さんのところ、もう出てますかね、住所が。 で、そこに向かってオートバイで走って届けて、で、お金をもらって、で、その中で自分がもらえる手数料、配達料っていうのをもらえるってことなんですよ。はあ、よくできたシステムだな。ということはやりたい時に始めて、今日はあんまりやりたくないなと思ったら、家でテレビ見て寝転がっててもいいんだ。そうなんですよ。あの自由出勤なんです。はあ、それ面白いな。うん、だから夜中、真夜中、12時から始める人もいるんですよ。えどういうことじゃ 例えば、あの、孤独のグルメなんていうね、井の頭五郎っていう人が出ている番組なんか、まあ、食べ物の番組で、それを見ると、なんかね、あの、もう、地獄のようにお腹が空いて、それ食べたくなるらしいんですよ。そうすると、それに似た食べ物を探して、夜中でもやってるところで、ウーバーで運んでもらうらしいんですよ。めっちゃ面白いな。そうなんですよ。だから、ウーバー夜中からその番組があるときは、もう夜中、需要があるんですよ。 はあ、面白いなあ。ということは夜中3時間働きたいっていう人は、その3時間だけアプリを稼働させて、あ、ここ行こう、ここ行こうって言って自分で選んで、で、そこの仕事をして、あ,あ、今日は5件やったから、まあもういいやっていうことでやめてもいいってことか。そうなんですよ。めちゃくちゃ面白いな、それは。面白いですよね。わしもやろうかな。やるわけないじゃないですか。もうしゃむじここを設けてんだから、いやいや。 いや、その、儲けてる、儲けてないじゃなく、面白いじゃないか。ああ、面白いですよ、システムは。なるほど。なかなか働いてるな、って感じするな、それ。そうなんですよ。その71歳の男性の方は、やっぱりね、なんか人に使われてるより、こうやって、まあ自由な、まあちょっと労働的には大変なとこもあるけどね、オートバイで危ないから。だけど注意しながら、まあ仕事をして、雨の日も寒いし、濡れちゃうしね。だけど、なんか生きてるな、っていう感じがするんですよ、って言ってました。 そう思う。それはいいことだな。そうなんです。そうか。で、まあ年金もらってるけど、頑張ってウーバーで働いてる。いいことだな。いいことです。じゃあ、そのまんま、今のまんまでいいな。いいわけないじゃないですか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。